こんばんは、サトルです。今日は自律神経を整えて疲労回復をしてよく眠れるようにヨガをしていきましょう。僕はよくこの動画の最後で、スポーツやフィットネスとは違った感覚でヨガをしていると言っておりますが、どういうふうに違うかというと、一つ例を挙げると、まあ頑張ってやってないです。僕は昔スポーツをやっていましたけれども、正直頑張ってやっていました。それはそれでいいことだと思います。スポーツを頑張ってやるっていうのは。ただヨガに関しては頑張ってないです。ヨガはこうやって続いていますが、それは頑張って続けているわけではなくて、ヨガは疲れた時こそやりたくなるものだと僕は思っているので、自然と続いています。皆さん今日はどんな一日だったでしょうか。素敵な一日だったらそんな素晴らしいことはないと思います。素敵じゃなくても、ヨガを心地よくやれば少し素敵な日になって、また安心して眠れると思います。そんなヨガを習慣にしたい人はチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。今日も一日お疲れ様でした。では一緒にヨガをやっていきましょう。じゃあ最初座って呼吸します。安楽座、足重ねないあぐらがいいかなと思います。しんどい人は重ねてもいいし、他の座り方でもいいです。骨盤を立てて、手は楽なとこ、上でも下でもいいです。じゃあ呼吸は鼻から吸って、鼻から吐きます。深呼吸、よく吐いてよく吸ってください。何度か繰り返して、呼吸の音を聞きます。深呼吸すると自律神経は整って、血液も巡って疲労回復にもすごくいいです。呼吸が自分を癒していきます。これは気のせいでもなく、気休めでもなく、これ本当です。呼吸が自分を癒します。自分の呼吸が、その呼吸がよく聞こえます。耳を澄ませばよく聞こえます。ヨガの時はその呼吸とともに動くから、その呼吸をよく聞きます。もうすごくシンプル。両手であばらを触って、吐く時しぼんでいって、吸う息膨らむ、吐く時しぼんでいく。これ僕とタイミングがずれてもいいので、しばらく繰り返して、肋骨がよく動いて、深呼吸してるからもちろんだけど、こう横隔膜がよく動いてます。呼吸の音を聞きながら、手のひらであばらが動いてるのを感じます。お腹の奥が高くなっていくけど、それも気のせいではないです。血液が巡ってあったかくなってます。あったかい血液が老廃物質を流してきます。疲労回復にすごくいいです。血液が自分を癒していきます。吸い切ったら止めて、もっと吸って、吸えるんだったらもっと吸って、止める、お腹へこます、背筋が伸びる、吐きます。長く長く長く吐いて、もう一回深く吸って、これ僕とずれてもいいです。吸って膨らみ切った人はもっと吸う、吸えたらもっと吸う、止める、あばらがパンパン、吐きます。長く吐いて、長く吐いて、長く吐いて。
鼻からね。今度胸の上を押さえて、ここに吸う。顎引く。背骨伸びる。吸い切ったらゆっくり吐いて。長い呼吸がいいです。あったかい呼吸がいいです。吐き切ったら繰り返して。長い呼吸ってあったかいです。だから同じことを言ってます、実は。じゃあ吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って、止めて。背骨伸びる、顎引く、お腹へこます。吐きます。長く吐いて、長く吐いて、長く吐いて。もう一回深く吸って、伸びて。吸い切ったら止めて、もっと吸う、もっと吸う、止める。吐きます。吐き切ったら両手を下ろして、2、3呼吸を置きます。胸も肋骨も使って。呼吸の音、よく聞こえるでしょうか。聞こえますね。よく聞こえるはずです。よく聞けば。溝を血の裏グリグリっと触ってから、じゃあ右手後ろ、僕逆をやります。左手逆の膝。吸うタイミングで、自分が吸う時に背骨が長くなって、吐く時右ツイスト。さっきグリグリした背骨の中心が一番活躍する。右肩、頭、目の玉、最後、深い呼吸。目の玉もすごく大事。背骨長くなりながら。溝落ちの裏が一番よく動いて。目の玉もギョロッと動かして深い呼吸。まっすぐだけどツイストした背骨に、あったかい呼吸入れます。あったかい呼吸は、長い深い呼吸。次吸い切ったら吐くときにゆっくり戻ってきて、今度逆、左手が後ろ、右手が逆の膝、自分の吸うタイミングで背骨が長くなって、吐く息左ツイスト、左肩、頭、目の玉、最後ギョロッと動かして深い呼吸。背骨長くなってまっすぐなんだけど溝落ちの裏がツイスト、あったかい呼吸を背骨に送る。胸はよく動いてる。もう抑えてないけど感覚でよくわかる。体感覚で吸い切ったら吐くときに正面戻って、吸う息右手が天井、脇の下が長くなって、雑音入ったらごめんね。吐くとき側屈、手を置いて、上の手が伸びて、背骨がカーブ、体側長くなる、深呼吸。目は気持ちいいとこ見て、どこ見てたら気持ちいいですか、体が。呼吸と体に聞いてみてください。正しい位置がヨガにはないです。すごく曖昧です。だからもう体に聞いてみてください。もう考えても分かんない。感じるしかない。吸い切ったら吐くときに前のめりになって帰ってきて、背骨がカーブとツイスト。これ逆いこうか。吸う息で左手が天井。自分のペースでいいです。吐くとき側屈、背骨カーブ、手は楽なとこ、目は気持ちいいとこ、深呼吸の音を聞く。どんな音ですか、深呼吸は。いつもヨガやって慣れてる人、今の呼吸の音を聞きます。吸い切ったら吐くとき前のめり、これ一呼吸一動作。吸う息右手が天井、吐くとき側屈、側屈で吐いた人、一呼吸吸ってから自分の吐く息で前のめり、帰ってきた人左行ってください。僕とずれててもいいです。自分の呼吸と合ってたらそれでいいんです。動き方間違えてもそこは重要じゃない。呼吸の音が聞けてたら、
呼吸の音が聞こえてたらそれでいいです。一呼吸置きます。両足伸ばして右足曲げて、これまた逆やります。曲げた足が右足、伸ばした足をクロスさせて、じゃあ伸ばした足右のお尻にの横に置ければ置いてください。こう足のお尻の下に重ねないでね。で背骨がまっすぐじゃない人はもう伸ばしておいた方がいいです。うん、背骨まっすぐで横置ける人はこうして、左手上の膝抱えて、できるだけまあコンパクトがいい。右手お尻の後ろ指でもいいです。じゃあ吸う息、後ろの手でマットを押す、背骨長くする、上の膝抱える、吸い切ったら吐く息、右ツイスト、で溝落ちの裏ね、できるだけで右肩頭目の玉、最後この辺はさっきと一緒。背骨ちょっとは丸まっちゃうけど、腰の根元つねじったら痛めるので、溝落ちの裏意識して、右のお尻ストレッチ、背骨ツイスト、お腹にマッサージがかかります。深呼吸によってポーズギンギン追い込まず、それよりも深呼吸を良くしてください。吸い切ったら吐くとき正面戻ってきて、じゃあそのまま膝、両膝重ねられたら重ねてください。これ女性は苦手な人が多いので、この辺でも全然十分です。できたら両膝前後上下指ついて、吸って背骨ちょっと伸ばして、目線ちょっと上、吐くときにじゃあ前屈、おへそ覗き込むように前屈、やりたいのは右のお尻ストレッチ。無理すると膝痛いし、無理すると腰痛いし、その時は無理しないでください。ほんのり伸びてたらそれでいいです。もう一呼吸、お尻ね、吐き切ったらゆっくり体を起こして、逆いきましょうか。足伸ばして、今度は左足曲げる、左足ね、曲げた足が左足、伸ばした足をまたがらせてクロスさせて、伸ばした足左のお尻の横を置けたら置いてください。両方のお尻マットつく、つらかったら伸ばしといて、今度右手で上の膝抱える、コンパクト、左手お尻の後ろ、じゃあ吸う息、後ろの手でマットを押す、背骨伸ばす、上の膝抱える、吸い切ったら吐くとき左ツイスト、左肩頭目の玉、最後左のお尻、足の付け根も刺激されるけどこれもいいです。股関節、背骨ツイスト、意識は溝落ちの裏、少しは背骨曲がるけど腰の付け根は力いっぱいねじらないでね。意識は溝落ちの裏、特に腰痛の人。深呼吸、深呼吸は結構頑張ってみてください。吐いて吸って、吐いて、次吸ったら吐く息正面、足ほどいて両手膝の上、じゃあ前のめりで膝の上、右に傾いて、また逆やる、右に傾いて手で支えて、上の肩を下にこう巻く感じで床かマットに近づけて、グーって肩入れる、効かしたいの肩甲骨、肩の後ろ、深く吸ったら吐く息で自分の中でいいので肩ちょっとマット近づける、床近づける、吸う時はキープ、吐くとき 0.1 ミリだけ近づけて吐いて、もう見えないぐらいでいいです。自分では、自分ではじゃない、鏡見ても、吸うときキープ、吐くとき肩巻く、ちょっと近づける、床がマット、
長い呼吸、吸う時キープ、パワーでゴリゴリ押さないでね。あったかい呼吸を吐く時に送ることで肩周りを安心させることで緩めてみてください。もう一回だけ深く吸った人、吐く息、肩が 0.1 ミリ近づく。これぐらいゆっくりほどいてください。10秒ぐらいかけて。逆いきます。左肩向いて、手をついて、押してる右手、伸ばしてる方がいいです。できたらね、辛かったら曲げといて、で深く吸ったら吐く息、上の肩巻いて床がマット近づけて、パワーでいかないで呼吸を待ってください。自分の大事な呼吸を、吐くときにちょっと下に近づく。深呼吸、体の感覚、どっちも両方感じてください。同じぐらい大事、同じぐらいというか、呼吸と体実は同じものを感じてます。呼吸の音が耳を澄まさなくても気がつけばよく聞こえてます。その時きっと眉間のシワが消えてます。もう一呼吸、深く深く長く長く、あったかく吐いたら、ゆっくりゆっくり、こんくらい止まってるんじゃないかっていうぐらいゆっくり、時間かけながらゆっくり。これ肩甲骨裏動かしました。肩甲骨裏動かすと自律神経が整って、血流も上がって、ほっこりして優しくなって、疲れが取れてよく寝れます。四つん這い、足指ついたらダウンドッグ、膝裏ストレッチ、慣れてない人も大体を真似して、これ膝裏ストレッチ、深い呼吸そのまんま、吸う息でプランクポーズ、腕立て伏せの状態、これが吸って、吐く息、膝と胸と顎つく、胸をつけられる人だけ、吸う息でうつ伏せから背骨全体反らせるポーズ、目線上コブラのポーズ、吐く息ダウンドッグで膝裏ストレッチ、吸う息、右足を両手の間、足を前後、これ手を使ってもいい、足開くのね、吐く息で前屈マットの前、膝曲がってもいいし、手マットか足ついて、吸って起きて頭の上合掌、目も上見て長くなって吸い切って、吐いて胸の前、太陽礼拝という動き、一回だけ吸って頭の上合掌、吐く息前屈、こうやって呼吸のリズムで動くだけ。吸って右足を大きくしろ、大きくね、よく吸ったら吐く息ダウンドッグ、吸う息プランク、かかと頭頂まっすぐ、吐いて膝胸顎ついたら、吸ってコブラ、背骨全体、恥骨はまと突き刺す、吐く息ダウンドッグで 2,3 呼吸、マットじゃない、バイクに雑音入ったらごめんなさい。もう一呼吸深く吐いたら、吸う息、右足を両手の間、手を使ってもいい、足を前後に開いて吸い切って、吐く息前屈マットの前、痛くない前屈ね、吸って起きて頭の上合掌、長くなって吐く息胸の前下ろして、逆いきますね、吸って頭の上で合掌、吐く息前屈、柔らかいイメージ、吸って左足後ろ、むしろイメージの方が大事なぐらい、吐く息ダウンドッグ、両足後ろ、膝裏ストレッチ、吐き切って吸いますよ、プランク、吸って吸って吸って、吐く息膝胸顎、よく吐くよく吐くよく吐 く、じゃあ吸う息でコブラのポーズ、吐く息ダウンドッグ、膝裏ストレッチ、深呼吸、体が逆さまでも深呼吸ができます。
き切ったら吸う息、左足両手の間、手を使っても足前後、吸い切ったら吐く息、前屈マットの前、吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、ちょっと呼吸、合掌の親指を胸の真ん中につけてちょっと呼吸。心臓がドキドキ打ってますね。ちゃんとドキドキ打ってます。それでいいです。呼吸が聞こえます。ヨガ、それだけの時間です。別にそれに期待しようもないし、する必要もないです。心臓が動いてて呼吸が聞こえます。それに対しておしゃれな言葉何もいらないです。吸い切りを頭の上で合掌、吐く息前屈して、お尻もしゃがみ込んで、じゃあマットに仰向け、頭どっちでもいいです。仰向けになって手足ブラブラと動かして、動き止めたら目を閉じて、しばらくそこにいるだけ。普通の呼吸、何の変哲もない普通の呼吸。これもヨガのポーズだけど、そこにいればいいです。そこにいるっていうポーズだから、それでできてます。呼吸してます。そんだけ。大事なポーズですよ。一番。
シャバーサナ続けたい人はしばらく続けておいてください。起き上がる人は両膝を立てて転がって横向いてそのまま起き上がって安楽座に戻ります。最初の座り方ではこれで今日のレッスンを終わりたいと思います。僕はこんな感じでスポーツやエクササイズとは違った感覚のヨガをしています。ヨガのことを知りたい人はメールマガジンを発行しています。またヨガの先生にもヨガの誘導の言葉の電子書籍を無料でダウンロード可能にしてあります。あとヨガ心理学についてのメールマガジンも発行しています。ヨガの先生になりたい人はヨガインストラクター養成講座も開いています。オンライン対応です。何らか皆さんとつながりたくて僕はこうやって YouTube を撮ってます。また次の動画でお会いしましょう。